にちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回なんですけれども、常にジャストミーとしてスパイクを打つにはということで、コツを3つご紹介していきたいと思っています。今回のこの動画はミートする上での基本となる知識や打ち方ではなくて、ミートがある程度できた上で常にジャストミートしてスパイクを打つにはという中級者以上の方に向けてお届けしたい内容になっています。具体的にミートをする上での基本というのが、手のミートの場所だったりボールへの触り方になってきます。一方、今回ご紹介する中級者以上の方に向けたコツというのが、体全体の動きであったりとか、ミートする上で意識するべきポイントについてご紹介していきます。ということで、早速コツ3つの方をご紹介していきたいと思います。まずはコツ1つ目なんですけれども、自分のスパイクフォームを安定させることというコツです。この自分のフォームを安定させることというのが、常にジャストミートをする上ではとても大事になってくるんですけれども、例えば全日本で活躍している選手だったりとか、 V リーグで活躍している選手のスパイクフォームはというと、自らのフォームが安定した上でコースの打ち分けをしていると思います。例えばこの安定しているフォームが、たまに肘が下がってしまったりとか、左肩が下がった状態で打ってしまったりとか、このようにフォームが崩れてしまっている状態でスパイクを打つ時が出てきてしまうと、フォームの乱れから打つポイントがバラバラになってきてしまうので、ジャストミートがしづらくなってきてしまいます。ですので、自分のスパイクフォームを安定させるために、まずはある程度高めのトスから自分のフォームがしっかりと使えるような状態でスパイクを打つようにしてみてください。初めから速いトスであったりとか低いトスを打ってしまうと、助走の動きが小さくなってしまったりとか、実際に打つ時に慌ただしくなってしまって肘が下がったりとか、フォームが小さくなってしまったりするので、まずは安定したフォームでスパイクを打っていくために、ある程度高めのトスで自分のタイミングを合わせてスパイクを打ちに行くようにしてみてください。スパイクフォームが崩れた状態を癖づけるのではなくて、いつも最高到達点で打てるようなスパイクフォームを安定させるようにしてみてください。もちろんレベルの高い選手でも常に最高到達点で打てるわけではないんですけれども、フォームが乱れてしまうことが癖づいている選手よりは、段違いにジャストミートしてスパイクを打てることが多くなってくると思います。もちろん見ている方によってスパイクフォームというのは違ってくると思いますが、自分のスパイクフォームを安定させるということがジャストミートにつながってきますので、ぜひスパイクフォームを安定させた状態で打てるように練習してみてください。そしてコツ2つ目なんですけれども、スパイクを打つ瞬間に目を切らないということです。やはりですね、常にジャストミートしてスパイクを打つために、スパイクを打つ最後の最後までしっかりとボールを見るということが大事になってきます。もちろんスパイクを打つときに、まっすぐボールをコントロールするだけでなく、ボールから体を外して打ったりもすると思うんですけれども、その時にボールを打つ瞬間ですね、目を離してスパイクを打ってしまうと、最後の最後で若干手にボールが当たらないということが起きてくると思います。もちろんボールから目を離して打つという打ち方もあると思うんですけれども、こういった打ち方は上級者の方ができてくるレベルだと思いますので、常にジャストミートして打つということを習得するためには、コースを打ち分ける際もしっかりと最後までボールを見続けるということがとても大事になってきます。顔を背けて目を切るのではなくて、
最後の最後までしっかりとボールを見る、打ち終わりのボールの軌道もしっかりと最後まで見るということがとてもジャストミートには大事になってきますので、ぜひスパイクを打つ最後の最後までボールを見続けるということを大事にしてほしいなと思います。そして最後3つ目のコツなんですけれども、助走のリズムを意識することというコツです。バレーボール歴が長い選手であればスパイクを打つ上での助走のリズムというのはあまり問題はなくなってくると思うんですけれども、このスパイクを打つ上での助走のリズムというのが最後の最後ジャストミートをする上ではとても大事になってきます。頭の中でのリズム、そして体を動かす上でのリズム、トントントンバンのように自分の中でリズムがあると思うんですけれども、このリズムがとても大事です。自分の中で助走のリズムが確立されることでどんなトスに対しても自分が合わせることができてきますので、自分の打ちたいポイントでジャストミートして打つことにつながってきます。仮に助走のリズムが分からずにトスに対して助走のタイミングが遅れてしまって、慌ただしいような助走で入ってしまって落ち際で打ってしまうと、ミートポイントもズレからジャストミートできないということが起きてしまいます。常にどんな時でもセッターから上がってきたトスと自分が踏み込める助走のリズムというのを一致させる必要があります。セッターから高めのトスが上がってきた、そしたら一呼吸置いてから3歩助走をしに行く。セッターから速いトスが上がってきたら瞬時に3歩助走をする。このように自分の中で助走のリズムというのを確立させていくことで、最後の最後スパイクを打つ時のジャストミートにとても影響していきますので、助走のリズムを意識しながら練習してみてほしいなと思います。はい、ということで今回は常にジャストミートしてスパイクを打つためのコツ3つをご紹介してきました。いつもこの動画を見てくださる方は練習に熱中して取り組んでいる方が多いと思います。いつも見てくださる方本当にありがとうございます。少しでも僕のお届けしている内容が見てくださっている方のお力になればとても嬉しいです。ということで今回も最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。